こんにちは、アケットショップのあきえです。今回は春財布をお探しの方も多い時期だと思いますので、人気のメイドインジャパンブランドザ・シュペリオールネイバーのミニ財布を紹介したいと思います。また長財布派の方もいらっしゃると思いますので、こちらの動画もチェックしてみてください。私個人としてはミニウォレットがおすすめで、最後には当店の商品ではないんですけども、私物の財布をちょっと紹介したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。はい、では商品の紹介をさせていただきたいと思います。ザ・シュペリオールネイバーのウィリアム・モリススモールジップウォレット、お値段が 13,200円となっております。素材は綿と牛革を使用しております。サイズは横が11センチ、縦が8センチとなっております。柄は2種類ございまして、こちらの鳥柄の分と、こちらのネイビーのお花柄の分と2種類ご用意しております。裏はこんな感じのデザインとなっております。では詳細を見ていきたいと思います。まずこちらにブランドの刻印の入ったレザータグがついております。こちらのスタッツにブランドの刻印が入っております。こちらはプライスタグなんですが、革紐を通していただいたり、チェーンを通していただいたりしてキーホルダーとしてもお使いいただけるようになっております。中はこんな感じになっておりまして、こう3つに分かれております。真ん中にはカードを入れていただいたり、小銭を入れていただいたり、ちょっといろいろ分けていただけるようになっております。これくらいの容量がありますと、カードとお札と小銭と入れていただいても十分足りるぐらいの容量だと思います。でこちらのファブリックなんですが、ウィリアム・モリスという方がデザインしたファブリックになります。ウィリアム・モリスは150年以上の伝統ある世界的デザイナーで、草花や樹木など植物をモチーフにしたものが多く、今もなお人気があります。そのファブリックを使用してますので、結構インパクトがありますし、このヌメ革とのコントラストも効いていて、使うほどに味の出る素材にもなっておりますので、十分にお楽しみいただける財布となっております。キャッシュレスの流れで大きな財布は必要なくなってきていますし、トレンドのミニバッグにも対応できておすすめとなります。カードケースとして使っていただけてもいいのかなと思います。はい、続きましてこちらザ・シュペリオールネイバーのジップスモールウォレット、お値段が税込み 13,200円となっております。素材はクーズリバースという牛革を使用しております。サイズは横幅が11センチ、高さが8センチとなっております。お色はこちらのチャコールグレーと、こちらのラベンダーの2色となっております。こちらが裏面になります。先ほど紹介したウィリアム・モリスの財布とサイズなど仕様は同じとなっております。ではデザインを見ていただきたいと思います。こちらにシュペリオールネイバーの刻印が入っております。こちらも先ほどのお財布同様、スタッツに刻印が入っております。裏はこんな感じになっております。中には同じくこちらのレザータグも入っております。が同じような感じで、入れる箇所が3箇所に分かれております。でこちらのクーズリバースという素材についてちょっと、紹介したいと思います。クーズはアフリカの南東部に生息するウシ科のアンテロープの一種です。銀目には生息しているアイレンできた傷が随所に見られ、生息の厳しさが伝わってきます。また野生動物ということもあり、大変希少な革となっております。
このクーズをスウェードを得意とするイギリスのタンナーによって舐めされた川がクーズリバースで、銀面を残したまま床面を肝を加工した銀付きのスウェードで両面を使用できる川となっております。なかなかお目にかかることのない特徴的で上質な川となっております。すごく滑らかな手触りになっているので、使ってるとすごく味が出てくると思います。でまたこちらのレザーの特徴で、ここで見ていただいたら分かるように、こういったあの擦り傷や小傷が多くございます。こういった傷なども味としてお楽しみいただけたらいいかなと思います。はい、続きましてこちらザ・シュペリオル・レイバージップハーフウォレット、お値段が11,000円となっております。素材は先ほどのものと同じくクードリバースとなっておりまして、サイズは横幅が 11.5cm、 高さが 9.5cm となっております。お色はこちらのラベンダーとこちらのチャコールグレーとなります。でコンパクトで厚みのないタイプとなっておりますので、人気のミニバッグやポケットに入れる方にも最適となっております。こちらもレザータグがついております。で中はこんな感じで、こちらに小銭を入れていただけるようになっておりまして、こちらにカードとかお札を分けて入れていただけるようにもなっております。まあ、コンパクトなので小銭入れとして使っていただいてもいいのかなと思います。こちらは中が黒になっております。こちらのシュペリオルレイバーの刻印もポイントとなっております。どの財布もですね、年齢性別問わずお使いいただけますので、プレゼントにもおすすめとなっております。では私物の財布の使い心地を紹介したいと思います。まあ、こちらはですね、数年前に購入したんですが、それまでは長財布を使っていたんですけども、なんかもう長財布だと財布だけで結構重たいのと、小さいバッグの時に使いづらかったのでこちらの財布に変えました。結構使い心地はすごくいいです。今はまあキャッシュレスの時代になってきてるんですけども、まあ、そのだいぶ前からほとんどカード払いで払ってたので、まあ、カードとよく使うポイントカードと少しの現金だけで OK なので、結構この財布で十分です。でこっちもだいぶねすごく汚くなってて、そろそろちょっと買い替えたいなと思ってるんですけど、なんかこの財布はこの色味がすごく気に入って購入したんですよ。色味とまあこのコンパクトさが気に入って購入したんですけども、なんかイエローとパープルの組み合わせとか、ちょっとこっちにグリーンが使ってたりっていうのがすごく気に入って購入しました。外側にポケットがあって、まあレシートとか入れたりもできるようになってます。でこちら側にカードを入れるところが、ね、両サイドについてて、すごくまあ、結構カードが入るので使いやすいです。で真ん中は小銭入れになってます。でこっちに現金お札を入れてるんですけど、ちなみに今お恥ずかしいですが3,000円しか入ってないんです。でまあこっち側にもうなんかポイントカード入れたりとかして使ってます。こんな感じです。先ほど紹介した財布よりはちょっと厚みがあるんですけども、まあ、別にあの今使ってる財布でもなんかあんまり使わないカードとか入ってるんで、それを抜いたら十分こちらのお財布でも代用できるかなと思ってるんで、あとまあそうですね、こちらだったらもう結構厚みは今使ってる財布よりもあるんで、まあ、こっちにのタイプでもいいのかなって思ったり、今ちょっとどの財布に買い替えようかっていうのをちょっと検討中なんですけども、まあ、 あの次買うのも長財布ではなくてコンパクトなあの財布にしようかなと思ってます。はい、なのであの
そろそろ春財布で財布を買い替えようかなって思っている方にもミニ財布おすすめですので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。商品はオンラインショップでも販売中ですので、概要欄に URL を貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。今回はザ・シュペルレイバーのミニ財布を紹介させていただきました。もし参考になりましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。